はい、どうもよろしくお願いします。というわけで、今回のパーティー、フリアダンパーティーでございます。いつもと比べて縛りは緩めですね。フラダニの力を借りずとも勝利ができることを証明したいです。はい。最初に喋ること考えてなかったから、なんかしどろもどですが、これね、テラキオンがやばいのか、いつもとパーティーが違うせいでちょっとわかりづらいですが、カイリュウ出しやすそうで、初手としては、まあ、オンバーンの確率が非常に高いのではないでしょうか。では、クロバットでいきましょうかね。クセロ式。クセロ式。はい。クセロ式クロバットでいきましょう。で、あとはね、何がいいかな。ヒヒダルマってめったに見ないんだよね。どうしましょうか。あと、ジバコイルがいますね。ライボルト仕込みますか。ライボルト仕込んで、気持ちよくはなれなさそうか。まあ、ヘルガーと、まあ、黒つぐいいかな。黒つぐ。あー、海竜きついな。海竜きついぞ。顔か黒つぐかどっちか。どっちだ、これ。黒つぐか？あー、ミロカロスも侮れないぞ。まあ、黒つぐでいきましょうか。じゃあ、これでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、フリアダン式アルティメットパフォーマンスを見せるとき、ノープランですが。さて、今回どんなバトルを見せていくか。ですね、数匹のみ戦術は考えておきました。残りはね、まあ、流れで、お願いします。オンバーン、ここまで OK。さあ、何してくるかが問題ですが。スカーフオンバーンはさすがにいないと思うので、多分。うわー、フラダリバレちゃった。フラダリがー。仕込んでおいたフラダリがバレてしまいましたね。今回は、ワイルドブレイズ、フラダリ収録キャンペーンに伴い、せっかく仕込んできたというのに、これ、視聴者さんにもバレバレじゃないか。何をしようとしているのか。前は、はい、ガジガジ、甘神。さあ、奇数じゃないですね。偶数。脱出ボタン。なるほど。フラダリを叩きつけられるぐらいなら自ら退場してやるといったところでしょうか。ここで海竜来る。ここで竜の舞して、一発で海竜ぶちのめしてくる感じでしょうかね。それは困ります。前歯打っても、前歯って、あれ？丸助の影響を受けるんかな？あれ？前歯は一定ダメージだからさすがに大丈夫でしょう。で、問題はですね、どうしよっか。まあ、逆鱗食らったら死ぬよな。毒毒よりも前歯かな。これ、クロバット温存した方がいいか？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。この海竜うまく対処しないと負けが、前歯でいいような気がするんだよね。前歯！噛もう！とりあえず噛もう。おら！うわぁ、前だよね、前だよね。せやね。まあ、ここまでは順当といったところか。まあ、必死みたいな感じで。これは、前歯かな。ここまで来たら、毒毒かな。悩むな。まあ、後続的には、確か、ヘルガーとドクロツグ。だから、削っといた方がいいかな。前歯で噛んどきましょう。早い！よし！さすがよ。十分やってくれた。ああ！ですよね。そうだよ。130族抜いてるかなって思ったけど、130族調整っていつの世代の話だよって話なんですよね。はい。やばいですよ、これは。まあ、多分大丈夫でしょう。ここまで来たらもう、なんでしょう、熱風でいいんじゃないの？なんか、あわよくばね、この、やけどになってくれたらな、みたいな。そしてあれよ、ワイルドブレイズ、フラダリキャンペーンなのに、フラダリが発動しないという。ちょっと予定がさ、これ、ちょっと狂うんですがね。後ろ、オンバーンか。オンバーンでしょ？オンバーン。
まあ、浮いときましょう。これは不意打ちでいいんじゃないでしょうか。よいしょ。オッケー。で、この次出てくる人はオンバーンと、もう一匹なんだ、もう一匹見てない。バーンだったらエアスラッシュか。まあ、そのあたりが安定でしょうかね。風船見られちゃいました。これはまあ不意打ちしかないですね。不意打ち読みで何かしてくるか。いや、すり替えいや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 、不意打ちでいいんじゃないかな。見せちゃったけど不意打ちでいいでしょう。さあ行け。火力はアクロバッツ物理、うおおおい危ねえし、危ねえし。不意打ち、あれ何してんの。あ、追い風。まあ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 、問題ないでしょう。OK です、OK です。とりあえず、番号で仕留めたい。あ、交代ある、交代ある、これ。これ交代あるか。交代あるか。交代ありそう、交代ありそう。ちょっと、交代あると見た。パンチ。こう、かも、なんか、格闘弱点のやつ。テラキオン、テラキオン、ほぉほぉテラキオン、イェイ、お、歓迎するぜ。ドレインパンチ、チュッチュッチュッチュー、オッケー、いいダメージ。回復しまーす。これ、石化では落ちない。石化では落ちないぐらいに回復した。オッケー。じゃあ、もう一個の、技、パンチ。おぉ、来てるー。さて、フラダリとは何だったのか分かりませんが。しかし、ドクロツグ、まさかの活躍。さて、ここまで来たらもうさすがに不意打ちでいいでしょう。さあ、クロツグさんに、抜いてもらいましょう。3匹。オーケー、不意打ち、堂々とした不意打ち。対戦ありがとうございました。ポケモンカードゲームのメガ進化、メガリザードンでメガバトル。ポケモンカードゲーム XY ワイルドブレイズ、60枚デッキでもメガバトル。はい、対戦よろしくお願いします。バランスの良いカラフルな素敵なパーティー。問題はバンギーラス。なんか問題山積みなんですが、このパーティーどうしよっか。なぁ、初手ライボルトぶつけていいような気がするんですよね。バンギの可能性もありますが。初手ライボ、ドクロツグまで確定。で、残り物理がすっげー大量にワンサがいらっしゃるんで。あ、黒ツグ、あー、クロバット入れたいような気がするけど、エルフンピンポだしなぁ。ハッサムもいけるけど。それ以外に対して点で何もできなさそうなので、この3匹で行きましょう。おそらくハッサムではクリムガーに対して火力が足りない。剣の前を積んでいる間に鬼火パンチで一撃必殺。バンギをうまく釣って黒つくで勝利するしかない。はい、では対戦よろしくお願いします。さあ、戦うときは当然フレアダンポージング、この姿勢を維持して楽しく対戦していきましょう。疲れた。よし、こちらボルト。相手バンギアス、しょっぱらからバンギ来ちゃうパターン。これステルスロックの可能性もすごく高いので、これも初手すり替えしてみましょう。初手バンギラスはステルスロック巻く可能性が非常に高い。ここはすり替え。交換しましょう。メガニプレゼンツ、こっちはヨップ。ステルスロック、さあずっとステルスロックしてた前。おそらくここは交代で、奴が来ます。ガブノリアスが来ますね、ガブノリアス。なので、交換読み目覚めるパワーを当てたいんですが、きついかな。いや、でも、ライボルトの速さであれば問題ない。ここは、ガブリアスを対策していきたい。どうでしょう。これはカエル以外ない、さすがに。来い、ガブ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 に負担を与えたい。ガブリアス、オッケー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 。いい感じですよ。ここまではな。ここまでは、いい感じなんですよ。後半になってね、気がついたら相手の思惑通りにやられとるかなっていう。試合が非常に多いので、ここだなぁ。もう一回メザパ打っていいかなぁ、これ。
ここはメザパウ、ここはもうガブリアスを大事にしてくると思うんで、ここで交代しますか。これガブリアスをそのまま捨てるっていう行為はしないと思う。いや、スカーフの可能性あるけどさ、スカーフは仕方ない。事故。見なかったことにする。相手も悩んでいらっしゃいますね。しかし、メザパは一応は、等倍ぐらいでは通るから、これはどうだろう。こちら黒粒。激人だと嬉しいんですが、どうでしょう。痛いです。相手は変えてる。バンギ来い、バンギ来い、バンギ来たら、一気に勝ちの、この夢が広がりんぐ。来てる、バンギ来てる。これは夢が広がりんぐです。これは、うまくいってるパターンなんですが、ここよ、ここはもう、ドレインパンチでいいかな。ドレインパンチしていきましょう。ヨップは奪った。メガネバンギ恐るに足らず。一致格闘技で一撃必殺。一瞬バンギ引くことを考えてもう一回ライボルト出すか悩みましたが、やらなくてよかったです。はい。ここでやって失敗したら、しかしまだまだまだ油断できない。こっから覆される可能性はまだあります。結構致命傷を与えたような気はしますが、ハッサムはまあオーバーヒートでなんとかなると思いたいんだけどな。いやでもこのタイミングでハッサム来たらちょっとめんどくさいかな、もしかして。交代読み泥棒とかで急所に当たったりしたら、ライボルトが落ちてしまうとか、ありえますね。かといってこのまま黒粒突っ張るわけにもいかないので、ガブか。不意打ちだけど落ちるか、これ不意打ちで。いや、不意打ちしかないな。不意打ち。足りろ！よしよしよし！サメ肌、痛い。これ残り上5つ目。砂も収まりました。こっからよ。最後の一匹。リザードのやばくね？あ、ギャラか。あー、ちょっと待って、ギャラやばくないか、これ。ギャラまずいですよ、これ。ギャラはまずいぞ、これ。これ、舞うに決まってんじゃん。これ舞う顔してる。これ舞うぞ。まずいまずいまずい。今のうちに帰ろう。殴っても仕方ない。ここは落ち着いて帰る。落ち着いて帰る。これはやばい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 。クリムガン。グーステロが地味に痛いっす。激にあった。あら、やばいんだけどな。ドレパン警戒のメガ進化なしですが、これ間違いなくメガ進化すると思います。私は。まあ、5つ目なかったしな。あいつが持ってたし。ってなると、ここは睨んどきましょう、まず。素早さ落として、ライボルトの雷でゲームセットのはず。激鱗さえなければ、激鱗さえなければ、マジ。激鱗あったらやべえぞ。肩破ってくるからね、激鱗ないよな。あ、竜の前、よしよし。麻痺で素早さ4段階低下。しかしこれどうすんだ、これ。ひたすら舞い続けるんじゃねえか、これもしかして。どうしようこれ。悩んできたぞこれ。向こうとしてはもう舞い続けるしかないんじゃないでしょうかね。うん、勝とうとすれば。今さらギリに打ってもライボルトが出てきて電気技でゲームセットになってしまう。であれば。いやーでも待っても結果は同じか。ここでライボルト出して事故る方がよっぽど負け筋に繋がりそうな気配がすごいので、ここはとりあえず黒粒出しとくか。ここで竜の前にしてきたらやばいかもしれない。ここで竜の前にしてきたら、さすがに。どうでしょう。牙。よしよし。黒粒は犠牲になってしまいましたが、十分。これでボルトを出せる。これは勝利不可避だけど、ギャラドスって地味に耐久あるからな。今はメガネを持っていないので、火力が足りているか少々不安ですが、どうでしょう。放て！デンジャレスサンダー！アルティメット！勝つじー！ちょっと待ってくれ。まあちょっとした、あれ、ちょっと待って。ちょっと！タイム！ちょっと待って、タイム！ちょ、そこのあなた、フレア団に入りませんか？今なら、今ならね。
そんなものもの、なんだろ、入会費とか負けるから。今ならね、ね、ゼロを4つぐらい取って、もう5つぐらいもう全部取っちゃえ。もう5円でいいからさ。これどうすんだマジ。炎のパンチしかない。ちょっとレスキュー、レスキュー、レスキュー、不意打ち。不意打ち、よいしょ。振りかぶって、素晴らしい火力だ。あと20発ぐらい撃てば確実に勝てる。氷の牙なんてね、もう、効きませんからね。効きませんからね。はい。対戦ありがとうございました。おのれくっそー、やられたか。ギャラドスに対してもっと有効な、あれをしておくべきでしたね。私の、対策が甘かったです。ありがとうございました。ああー目が覚めると君は、波打ち際に倒れていた。そして君はポケモンになっていた。まあとりあえずね、買ってきたこのワイルドブレイズ開封していきましょう。あれ開けにくいんだけど。メガ進化でメガバトルとかめっちゃ入ってる。おっと、何パック入ってんの。2、4、エレキテル、エリキテルでした。お立ち。裏なりきたー、光ってるね。うわーうわー、来た。ちょっと待って、スキャンしてくる。マジかよ、マジかよ。ちょっと待って、ビニール、ちょっと待ってや。やばいってこれ、あかんって。ちょっと待ってよ、裏なりきちゃったよ。何このおっさん、マジで。ちょっと